しろ投資用法もう当たんのみたいな、ほら どうしたの、なーに、もう怒ってくれやさ、開く枠上乗せか黄色か50。さあ苦手なトドロキ選んどこう。勝負だよね、とさ頭に来ちゃうよね轟は。さあ審判の10ゲームガーン。まあ天国いてもたまたまフェイク前兆始まっちゃって結果的に前兆長くて天国でしたっていうパターンもあるにはあるんですけど、現状は厳しいね。 B にいなかった、さらにレア会場で天国行かなかったっていう、ちょっと設定期待するにはきついパターンですね。これで仮に当たらなかった、ボーナスいかなかったってことになると、マップ解除2回、レア解除1回でモード動かずってことになりますんで、だから前任者が、まあ、時間内以外でやめた理由がベルが落ちなさすぎっていうんであれば、この台はちょっと黄色信号、黄色信号だね。おお、弱者解除した。弱者解除した。2回目の弱者だと思うんですけど、果たして降格だったかどうかっていうところですね。263ゲーム、もし降格じゃなく定格での弱者解除っていうんだったら設定56優遇なんで、まあ分かんないね、わかんない。よし、2回目のレア解除、これはちょっと天国に飛んでいただきたい。
さあ弁当直後のキョーチェリーからの、おっと、あーもう一声欲しかった。そして今ベル揃うとともにアイスマッシュ、アイシャー、よーし強チェリー解除、54ゲーム。はい、でこれで1/35。吸い込まれない。33分。はい、でホットットタイムいくんだよ。ノーノーノー、ああもうダメだ、6ゲーム連続何も言わん、行け行けよ。さらに期待度高い方来たよ、 25% の方。セーシーまだあるよ、強チェも引いてるからね。出せん、まだあるよ、まだ1回分出てきてないからね。何？何？オーノー、オーノー、オーノー、3-3。あ、だけどファーストゲームをスベル外してるからね。4-3。サンキュー。さあ満を持して轟先生出陣でござる。ああ楽しい、しかしながらこれでチャンス目から10ゲーム目、まだ早いよ。いいよナイスウー、いやちょっとやべ、俺ナイスーとか言っちゃったよ、ほんともう最低もう人の真似はしたくないと俺は親に教えられて生きてきたよ、ほんと俺は今俺はナイスーって言った俺を
本当に叩きたいね。うん、12、あーダメか、13、ここ粘れば当たる、粘れば当たる、ほらもうナイスとか言っちゃったから、もうパクっちゃダメだよ人のネタ。いやもうオジファイブとかもうみんなナイスって言ってるからね、普通に全員市民権得たよね、うちも、うん、やっと待望の流行りセリフを言えたって。ただあの子もすごく謙虚で、最初はなんかのゲーム実況でナイスっていうのがあったらしいのよ、だ俺のじゃないよって最初言ってたのよ。でいい加減番組もほらやってんじゃん、江戸川ナイスっていう、もういい加減あれはウイチゴでいいよね。マップ的でここから全長なんだ、これで天国行ってるっぽいよ、まだ確定じゃないけど、いただきラッシュなんで、通常時だったらこのゲーム数も間違いないですが、もう大丈夫だと思います。よし、これでやっといったね。はい、脱ぎました。Okay, let's go。 さ、成立ゲームだよね。成立ゲームしか考えられないよね。前のゲームまで普通ナビだったから。触るよ。いい？最高だろう。驚くか。揃えないよ。はい、3中ゲーム潜らせました。で、まあ、2年前ですね、2年前の3月末で、あの大東がやってた大友サービスっていうのは終了してしまったんですけど、100個のミッションありましたね、いろいろミッション達成率をああでもないこうでもない言い合って楽しかったんですけど、先日何枚出した時にようやくね、僕の最後の残されてたミッションエンブレムを聞くことっていう、トドロキエイティ中に潜伏300ゲーム以上の一部でエンブレムが流れるんですけども、それをついに聞くことができました。でそれ見て大東も 100% 達成と、もう終わっちゃってますけど、でちょうど大東のサービス終了した当時の時点で 100% 達成してる人いなかったんで、結構難易度高かったんですよね。で 100% 達成、まあ終わったから2年だけどできたんで、これバンバカでやりたかったんだけどね、衛星放送の収録でやりましたんで、ぜひ衛星放送見れる環境の方はあの見てほしいと思いますけど、結構かかりました。終わった時は 96% 残ってたのが、チャッピーとサキと、あとあれ、男の歴史上乗せっていうのを実は見たことなくて、でそれはポンポンポンって結構早い段階でクリアしたんだけど、だから残り300ゲームっていうのはね難しかった。で色もミッション達成した時にここに何を達成したって出るんですけど、黒赤ってあって紫なんですよ、難しかったから、一番難しいやつなんで。あとはブルーレジェンドだよな、うん、でブルーレジェンド入れての6カウンター内部6個持ってる状態での絶頂ループ、これをやりたいですね、残ってる間に。お、これでいったか、67から。
あ、行ったね、行った行った、天国ループした。まあ多分大丈夫でしょう。よし、おう、オッケー、イエスアイドゥ。あ、2ゲーム連続強チェリー。そうだよね、よいしょよいしょ。さあ、まあ、その前から前兆だったんで多分天国ループだと思うんですが、ああ、おい、ピンチメリプル80ゲーム、よし、だいぶチャンス、だいぶ、やっと、あの、本当ボーナス40ゲームに耐え忍んで、で、まあこれボーナス100ゲーム完走の期待が持てる状況でございますけれども、でそこからじゃあフリーズ、仮に100ゲーム完走だったとして3分の1のフリーズ引っ張ってるかどうかの期待度っていうのは、もうミサオ、ごめんなさい、雫ボーナスであればナビですよね、ナビのあのピンクナビの出現頻度、ここトドロキだったらオーラの色がやっぱ上位なら上位なほどフリーズの期待持てたんですけども、まあそもそもが100ゲームじゃなきゃ意味ないんですけどね。とりあえず継続出て勝負だね。ちょっと出ない可能性もあるよね。ああ、出ねえか。ああ、やっぱなー、この辺が悔しいよねー。ああ、あー、久々来たぜ、触るぜ、集団チェリーがいいな、あいっあいっ、強チェ50ゲーム以上、あー、まあまあやね、まあまあ、スイズー、あっ、スイズー、熱いな、これはちょっと熱いな、どう熱いかは分かってるよね、みんな、ヘリが頻繁、あー、もう一声欲しかった、次10ゲーム目、上から降ってこいよ、ちょうどちょうどいいんだよ、130は10だろ、1、2、3、4、5ゲーム続いていいから、あー、ダメだ、
暑いな、本当暑いよな、パンチョ本当暑いな。ちょっとゲーム数短かったね。あとね、2ゲーム長かったら全然ありえるんだよ。はい、強チェリー解除。調子乗って轟き選ぼうかな。さあ、強チェ解除のあと56ゲーム。うわー、潜っとらん、やだ。ああ。お？ B 準備いってるね。え？ B 準備いっとるやんけ。なに？ 4-6 ですわ。強チェレア役解除から B 準備行きましたんで、これはもう 4-6 ですよ、この台。ただゲーム数的にはちょっと厳しい感じ。まあ、B 準備で次回天国っていう状況下だから青7が期待できて今の交渉が出たっていう。はい、 B 準備マップ解除もしくは途中のレア役解除ですね。青7出てほしいな。あ、だめ。はい、さあどうかな。お、今この前のゲームで鏡のこのステージにチェンジしましたけど、こっから前兆が始まってる可能性を考えますね。だからステージ変更した63ゲームを覚えておく。はい、これが15ゲーム目でまだ研修に発展しないんで、まあしない、もうこれ17ゲーム目ね。ステージ変更から18ゲーム目ってことはどういうことかっていうと、38ゲームの本前兆専用のゲーム数ですね。はい、これ見て B 準備から天国に行こうと。
これ33ゲーム目ね。これ36ゲームだからステージチェンジの前から始まってたって考えていいかな。はい、98ゲーム天国マップ解除。典型的な5、6挙動ね。マジでまだ1回しかナビ出てねえもんな。2、4、よし、オッケー、これいくぞ。2、4、オッケー、しゃ、よし、オッケー、もうよし、お、大丈夫大丈夫、ここ大事、ここ大事、ないもんな。いやー、今の惜しい、今の惜しい、惜しい、逃げてった、あ、最高の展開の後のこれ、すー、やっ、144ゲームあっと、これはあるぞ、あるぞー、惜しいな、これで轟くんに頑張ってもらおテレレテテテレレテレレレレレテテ、よし、イントロ、あー、クソ、イントロクイズもうちょっとやりたかったな、オッケっていうか、表面上は赤じゃなかったけど、ブルーなら青が 80% で、イエス、
るぞあるぞマジであるぞあるぞえおあるぞいやあるってさっきの5個転倒でいっ、はあ、まあいいやもうあると思って見せるよ見せるよほらあるよあるしてんの仮にブルーレジェンド入ってると思って話を進めようかもうボーナスとか来るたび熱いかんな内部6つ持ってるわけだから6つ貯めれば絶頂出てくるわけだからいいで仮にその絶頂が終わってもまたそこで6つ貯めればもう1回絶頂ができるそれが世に言う絶頂ループだうんその純正のコンパは引っ張ってくんじゃなくてブルーレジェンドだからなせる絶頂ループだそれをやりたい今ちょっと若干見えてる見えてるその背中って足首ぐらい見えてるよね今おっと仁王ゲートホットいただきましたこれは純正に 20% の方誰にも分かんないレジェンドじゃなかったかもしれない大体さ D もさ信用してないもんねブルーレジェンドあるよあるよなわけないなわけないそもそもあんま見たことないからその気持ちは分かるやりてえなブルーレジェンドなあでここで雫だったら250ゲームからの特殊テーブルだったんですがその可能性はないということでこの辺でお開きでございます。ジョイパーク編解消ではありますね。解消です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。ジョイパーク帰ってきた感じでございますけれどもですね、18日の日がこの店の一番強い日ということでございまして、良かったですね、サラリーマン番長以外も特に番長3と鏡がねちょっと普通じゃなかったあの鏡が真後ろの島だったんですけど高設定ほどベルナビが優遇っていうのは新之助調べなんですがまあ要50、100、30以上っていうのが音でもう分かるんで、まあ、普通じゃなかったですね
はい、で僕の方ですけれども外戦で神頼みがうまく成功した形になりました。今回のバンバカ、はい、解消です、はい、で設定状況というか僕の設定は46のまあ6でしょうね。ベルもぶっちぎり1回だけ100ゲーム150ゲームぐらいベル行方不明になってましたけれども、終始ベル数えるのが忙しい感じで、 B から天国でベル一発の6カウンター5個点灯っていう黄金パターンが出て、でただそれでもあの青7を生かせなかったのが結局2700枚止まりだったところだね。あれでやっぱり頂きを引っ張ってきてまた1000枚2000枚ってやっぱやっていかないとあの6でも出ないですから、あとは引き戻し6であったんなら引き戻せよと初当たり5回は頂き足を引いてますんで、そこもちょっと弱かったかな。であとスラッシュだなんだっていうやばいやつを引かなかったのもまあ その程度の優しい感じで仕上がった理由かなっていうふうに思います。はい、で毎月18日、お世話になりますけれども、ちょっと次回以降楽しみですね。で結構ね今日っていう日が周りのその人がやっぱもう出してやるっていう気概で来てるんで、比較的その反応がうんっていう感じだとスッてこう離れる傾向はあった。人が多い割にはね。だから僕も実際サラリーマン番長移動してこれてますし、だから出玉見えてくるまではある程度その立ち回れる余裕もあるのかなっていう手応えはつかめたんで、ちょっと次回以降楽しみでございます。はいです、よかったです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。